三島聖夜三島聖夜1月から1962年6月1日は、日本の内務、警察官僚、幹線県知事、旧姓、大月、熊本県出身、大月来次の次男として生まれ、三島記事への養子となる。第5高等学校を卒業。1917年10月、文館高等試験行政科試験に合格。1918年、 東京帝国大学法科大学法律学科を卒業、内務省に入省し、宮城県属となる。以後、宮城県警部、京都付属、道府警視、道府理事官、警視庁理事官、道警視、長崎県職機関、警察部長、内務理事官、内務職機関、鹿児島県職機関、内務部長、警視庁職機関、警務部長などを歴任。 1935年1月、宮崎県知事に就任。1937年7月、奈良県知事に転任。紀元2600年記念行事の実施。奈良保健所の設置などを推進。1940年4月、軍事保護委員副総裁となる。1942年に退官し、戦後、公職追放となった。追放解除後の1952年。 参議院議員補欠選挙に、熊本県から改新党公認で立候補したが、松野鶴平に敗れた。翌1953年の第3回参議院議員通常選挙に、全国区から改新党公認で立候補したが、落選した。その後、日本土木工業協会専無理事、東日本建設協保証会社社長を務めた。ありがとうございます。